カンニング竹山です。勝手にお助けってキャンペーン第5弾はですね、福岡市動物園の方にやってまいりました。この格好を見てもらうと分かると思うんですけども、今から何をやるかと言いますと、勝手にお助けキャンペーン第5弾はこちらにいます。オタリアという、まあ、オットセイみたいな感じの動物がいるんですけども、そいつらに勝手に餌をやってきます。本当は勝手に餌やっちゃいけないんですけども、餌をやっていいということだけ許可取ってますんで、今からオタリアを助けてまいります。最高。はいはい、やっぱり今から立つよ。ほらほら、あ、いて、あー、かぶった。あれ、藤田さん、ちょっとお名前を教えてもらっていいですか。これは、はい、こっちが愛ちゃんです。愛ちゃん、愛ちゃん、愛ちゃん、ちょっと、恥ずかしがってことを毎回そういうの見せてます。はいはい、山さんの子好きなんですよ、君。アイバちゃん、これはですね、本当は頭から丸飲みするんで、尻尾から上げられるとちょっとイヤイヤになっちゃう。あ、そうなの。くるっと。あ、なんで尻尾から上げるとどうなの。くるっと。うわ、すげえ。尻尾から上げるとヒレが喉に触っちゃうんでですね。はあ、うまい。くるっと回して食べる。あ、じゃあこうやって楽しく頭から上げると。はい。福岡市動物園。そうなんです。僕17歳の頃に、はい、この動物園の上に観覧車あるじゃないですか、はい、あそこの前でアメリカンドッグをあげてたんです。ずっとアメリカンドッグ。そう、ずっとアメリカンドッグをあげてるバイトやってたんです。でこっからバイト人生は始まったんです。僕もものすごくご縁があるというか。ご縁ありますね。久々に来ましたけど、やっぱなんかちょっと落ち着きますよね。昔に戻りとか、福岡で一番思い出がある場所といっても過言じゃないですね。デートとかもやっぱしましたしね。あ、デートも、うん、あんまりかこう見た目あんま変わってないからちょっと嬉しいですよね。そうですね、そのままの雰囲気がある。そうですね、やっぱ落ち着きますよね。ここは勝手にお助けキャンペーン第5弾、オタリアに餌をやるということだったんですけども、見事失敗し、本物の飼育員の方が餌をあげております。本当にこの勝手にお助けキャンペーン第5弾はオタリアに餌をやるということで良かったんでしょうか。まあ何匹か食べてました、オタリアは。けど僕が見る限りすごく楽しそうにあの飼育員さんに餌をもらって食べてます。本当に助けられたんでしょうか。今回は1回みんなでスタッフともども持ち帰って反省会をします。結果誰も助けてね。帰ります。